か耳かきしてやろう。あ、遠慮しておきます。お主が耳かきをさせてくれたら、わらわの耳を触らせてやろう。耳触らせてもらえるんですか？うむ、少しじゃぞ。なんだろう、この犯罪臭漂う感じは。千子さんは800歳、千子さんは800歳。おやん？すいません、俺また寝ちゃってました。よいよい、わらわの耳かきの前じゃみんな無力よ。あ、そうだ、今度は俺に耳触らせてくださいね。繊細なのじゃからな。はい。優しくするのじゃぞ。はい。絶対じゃぞ。はい。絶対絶対じゃぞ。はい、では。うや、お主少しは力加減を。奥の方は一体どうなって。ごめんなさい。普段から4時間くらいしか寝ないですから。4時間？嘘じゃろ。お主本当に人間かの？少なくとも千子さんよりは。じゃあ電気消しますね。うむ、おやすみなのじゃ。なんだこの寝姿の可愛い生き物。いや、毛玉だ。無性にも振りたくなる。あの、千子さん。いや、あ、一緒に寝たいならそう申さぬか。早く寝るのじゃ。スーパー千子さんタイム。お帰りなのじゃ。今日も遅くまでお疲れ様じゃ。早く入ってわらわに世話されるがよい。ほれ、わらわも大好きなほうじ茶じゃ。